はい、もう開封してしまいましたが、コンデンサーマイクですね。このマイクを、まあこれスマホで使えるタイプなんですけれども、箱に書かれている説明書きによると、iPhone でも使えたりするみたいですね。私は Xperia Z4 で今使おうかなと思っています。まあ、本体マイクと、ウィンドジャマーと、まあコードですね。と、あとここに、なんていうんですかね、マイクを取り付けるためのピンがあったんですけども、これが折れた状態で届いたので、業者さんの方にお願い、メーカーさんの方にお願いして、新たに送ってもらいました。こういう感じですね。これがついているという感じです。ちょっとこれを、マイクを取り付けてみたいと思います。はい、こういう感じで、ウィンドジャマー、マイク本体にウィンドジャマーと、このピンを取り付けました。で、これでコードを伸ばして、なんていうのかな、ピンマイクみたいな使い方もできるし、で、ということで、ちょっとマイクテストということでやってみたいと思います。お待ちください。マイクを自分側に向けることによって使うこともできますね。本体に直接挿して使用することもできます。これはちょっと iPhone 5S なんですけれども、こういう感じで使うこともできます。マイクのテストです。今内蔵マイクを使っています。じゃあ今からこのマイクを挿します。よいしょ、刺しました。マイクの音声、どんな感じになってるでしょうか。今はコンデンサーマイクが刺さっています。これを外してみます。外して内蔵マイクに。どうでしょうか。音のチェックでございました。以上です。このマイクですね。このマイクを使ってみたいと思います。今はまだ刺していません。これを刺してチェックします。よいしょ。はい。音声変わりますでしょうか。今現在はこのマイクの音声でございます。マイクテストでございます。で、このマイクから、本体内蔵マイクに変えてみたいと思います。マイクの音声の入り具合どうでしょうか。もう一回差し込んでみます。はい、差し込みました。今現在これの音声でございます。マイクの通り具合はどうでしょうか。マイクテストでございます。念のためもう一回スマホの内蔵マイクを押してみます。はい。音声どんな感じでしょうか。以上、マイクチェックでございました。それではさようなら。